こいしょ。はい。はい。配信される方は大丈夫そうですか？大丈夫です。Twitter にだけ投稿します。はい。自分投稿しとこう。で、はい、OK でーす。あとは、あれだ。セルフ BGM。そうですね。OK。Google？ はい。いいんじゃない？アカペラでずっと歌って。では、殺界原画の方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。まず最初に一応注意ということもなんですけども、ネタバレ注意ということでですね、今回この作品、マーダーミステリーっていうのは、一度プレイ、話の内容とかをしてしまうと、二度とプレイできなくなってしまいますので、この動画を、これからこれをプレイする予定がある方は、この動画を見ないでいただいて、後で見る方が楽しんでいただけるかなというふうに思いますということを一応、自分の方からお伝えしておきます。はい。ゲンガーっていうのは、書いてますけども、ドイツ語で人を意味する設備語でございますね。だから、機械を殺した人っていうような意味合いなのかなって感じですかね。ゲンガー大好きです。はい。シャドーボール。ごめんなさい。軽くやっていきましょう、今日は。はい。あらすじですね、今回の。今は大学の夏休み、本大学の謎解きサークル、ドラ焼きジャッジメント、通称ドラメンに所属する6人は、熱い物質にこもっていた。誰も無言で口を開こうとする者はいない。座っているだけでも汗が滴り落ちてくる。窓を開けてはいるが、この物質は風通しが悪く、ただ、セミの鳴き声だけがミンミンと部屋に響いている。唐突にエビノが口を開く。せっかくなんで読んでください。あーつー。ここはサウナかよ。いつになったらエアコンは動くねん。そう。この物質には非常に古い型のエアコンが備え付けられていた。しかし、このエアコンを動かせる唯一のリモコンはテーブルの上で残骸となっている。本体にはエアコンを起動することができるボタンはなく、エアコンがただのインテリアとなってしまっている。昨日みんなでこの物質にいたときは間違いなくリモコンは壊れていなかったはずだ。一体エアコンのリモコンがエアコンのリモコンをこのような姿にしたのは誰か。真相が分かったところでエアコンは帰ってこないが、リモコンを殺害した犯人を探す議論が今始まるというシナリオとなっております。もう図書館でも行った方がいいんじゃないの、私ついしここ大学だからね。いや物質は大事なんで、このままだとダメなんで、やっぱ勉強ルームくらいあるでしょ。やっぱね、謎解きだと喋っちゃうんで、うるさくしちゃダメなんで、ね、そうだね、時間だと静かにしなきゃいけないからね、はい、そう。今回の進め方なんですけども、この後、キャラ選択が済んでるので、キャラクターシートの方を、読んでいただきます。10分間ですね。でその後全体議論が60分間、今回はこの全体議論のみです。ただ、議論開始10分後、20分後、30分後ごとに、持ち物の選択の時間があります。こちら、各プレイヤー、それぞれ自分以外の1人を指定し、その人の持ち物を見ることができます。指定する相手は被る出ません。なので、被った場合は話し合いで決定してください。見ることとできる持ち物は、1から順番ってなってるんですけども、持ち物選択1だと、プレイヤー1の持ち物を GM の方からチャットでお送りするという形になります。この持ち物に関しては情報共有してもいいですし、公開しないで自分の中だけで留めておくだけでもいいです。で、一応なんですけども、この後のキャラシートの方にはですね、自分の持ち物っていうのは書かれていません。何？何を持ってるのかも分かんねえのか。そう、自分が何を、どういう持ち物があるかっていうのは、分からないので、もしかしたらそんなものがっていうようなものがあるかもしれませんので、そんな意外とそこは慎重にした方がいいのかもしれませんねっていう、ね、どうしよう、血ぬれのナイフとか出てきたら。で、推理披露5分間となりますが、こちらは、各プレイヤーが1分ずつぐらい、推理を披露してもらうと、要はエアコンのリモコンを殺害した犯人ですね。で、投票5分間、5分いらないかもしれないですけども、一応、他にキャラクターによっては、他のキャラクターのな
のこういうことをまあ分かるとか、なんかまあいわゆるサブミッション的なものがあったりするような人がいると思うので、まあ一応5分間ですね。で、推理披露で、犯人と思われる人と別の人を投票しても問題はありません。で、最多票が複数人いる場合は、決選投票を行って、最終的には1人に絞ることとします。で、エピローグを配布した上で、まあ感想戦お好きなだけどうぞという感じですね。はい。はい。注意事項ですね。今回全プレイヤー嘘をつくことができますが、まあ、嘘をつきすぎると犯人に逃げ道を作ってしまったり真実に遠くなる可能性があるので、嘘のつきすぎにはご注意ください。で、これはさっき言った通りですね、自分の持ち物が何か分かってません、全く心当たりのない持ち物が情報開示されても辻褄の合うように答えましょう。いや、俺そんなの知らないだけで、まあ、別に貫き通してもいいですし、ここら辺は任せます。設定作っちゃってもいいってことだね。ああ、ね、それはあれだよ、そうそうみたいな。ただなかなかあのアドリブなので硬いかもしれないですね、もしかしたら。はい、だろうな。血まみれのナイフ出てきてアドリブでごまかせんの。いや、それはイチゴシロップですとかっていう。いやー、ちょっとトマト金の使ったんだよ。まあ、あとは、まあ、ケーキで使ったとかね。そうそうそう。いろいろ言い逃れがあって。ね、で、共有情報。初めの2ページ目ですね。まず今回の被害者リモコンですね、物質のテーブルの上に置かれています。無残にも真っ二つに折れていて、ボタンがところどころ取れています。当たり前だが電池を変えても直そうとしてもリモコンが動くことはない。もうピクリとも動かないということですね。ずるいな。どら焼きジャッジメントですねについてですね、夏休みの間はだいたい9時ごろに集合するのが基本となっています。ほぼみんなが9時までには部室に集まるんですけども、まあ、都城さんはかなり、すごい9時ぴったりに来るっていう、まあ、スキルを持っているので、都城さんが部室に来たところで、まあ、スキルってなってきた。でも、1秒たがわず9時にこうパシッと来る人なんで。衛星フラッシュでしょ。もうすごい上がれるな。はい。なので、都城が部室に来たところで遊び始めるのが通例となっているんですが、一方、海老野さんは時間に対してドゥーズなので、いつ物質に来るかわからない破天荒です、ね。海老野さん、3分45秒の遅れですわ。海老野、そんな時間に細かいわ。まあ、そういうのが日常的に行われている可能性もあるということですね。で、物質の中なんですけども、物質の中にテーブル、そのリモコンが置かれているやつですね。で、窓が南側にだけあるので、昼間は日光が差して暑いです。うん、また、周りにはボードゲームの山、ダーツ、パソコン、漫画、ロッカー、エレキギターなど、まあ、先輩たちが残していたもので溢れていると。物質には鍵がかけられているんですが、うん、鍵のありかはサークルメンバー全員が知っているため、まあ、誰でも入れるという感じですね。施設の位置関係なんですけども、この大学の周りには駅、コンビニ、公園、カラオケ、飲食店など、まあ、そういった施設やサークルメンバーそれぞれの家もある、徒歩10分圏内にあります。っていうことですね。ここら辺が共有情報。以下は、まあ、登場人物。まあ、皆さん見ていただいていると思うんで、ここら辺は、まあ、省略して。では、実際に、キャラクターシートの方を読んでっていただきたいと思います。10分間を計測しますので、ミュートにしていただいて、お願いします。一応質問部屋で待ってますので、はい、質問があれば適宜来てください。はい、話を読もう。よいしょ。なになに？はい。あやちゃん。都城あや。経済学部に通う4年生、ドラメンの部長で、サークルメンバーからの信頼も厚い。おとなしい性格で物静か。一方で、ロックバンドをよく聴いている。ドラメンへようこそ。私は都の城、このサークルの部長ですわ。なるほど。BGM どうしよっか。BGM どうしよっか。いや、とりあえず読もう。待って。とりあえず読もうか。
なんか二股って文字が見えたけど。あなたの秘密、隠れて佐渡原た、名前なんだっけ。佐渡原渡ると高鍋と付き合っている。高鍋レイスと付き合っている二股で、ああ、先代の部長からタイムマシンのおすすめを、タイムマシン本大学構内の誰も入れない空き教室に24時間だけ過去か未来に移動することができるタイムマシンが設置されている。24時間未来か24時間過去のどちらかでしか移動できない。これは歴代の部長しか知らず、他のサークルメンバーにはタイムマシンの存在を秘密にしている。いや。リモコン60って、あ、100点満点なんだ。リモコンを壊した犯人に投票する。たまたしていることがバレない。タイムマシンについて自分から情報を出さない。タイムマシンなんか出たらお前が過去戻ってやったんだみたいな話が出てくんじゃないですか。やだ。他の人がタイムマシンという単語を出したらあなたの秘密を話してください。歴代の部長に引き継がれている存在、ものね。歴代部長、先代の部長から教えてもらった、代々部長にだけ教えてもらえる、代々の部長だけが知っているもの。それがそのタイムマシンよ。8月8日、9時。部室に、佐渡原たか、ひなただ、ひなたじゃなくて、ヒューガだよね。ヒューガ、高鍋の4人が、部室に来ていた。5人で謎解きゲームを始める。で、エビノが、部室に、おっそ !6 人で謎解きゲームを再開。昼食、休憩、おのおの持ってきた弁当を食べる。6人で、いっぱいゲームしてんじゃん。ヒューガが途中退席。俺、この後用事があるので先に帰らせてもらえますね。エビノが退席。ちょっとトイレ行ってくるわ。で、50分かけて戻ってきたの。長い、長いトイレだったわね。ついでにコンビニ行ってたんや。ちょっとコンビニ行ってくる。映画とコンビニにあった。へぇ。解散、全員部室を出る。駅前で高鍋と待ち合わせ。二人で食事へ。富士、高鍋と別れる。帰宅、テレビを見ながらくつろぐ。家で佐渡原と高鍋にチャットを送る。佐渡原から、あや、また明日ね、と返信。うん。昨日24時に高鍋から返信が来ていた。部室に。あと、わらたか、ひゅうが、たかなべ、えびのの自分以外の全員が揃っていた。9時にえびのもちゃんと来てたんだ。エアコンのリモコンが壊れたとみんなが騒ぎ。わかんねえ。タイムマシンってなんだ？なるほどね。
どうすっかな。マジでタイムマシンって何しよっかな。タイムマシンって。っていうか、まあもう2時には帰ったと。何持ってんだマジで。持ち物怖すぎなんだけど。はい。はいはい。
蛇野の一言が重苦しい空気を切った。昨日部室にみんなで集まった時は確かにリモコンは壊れていなかったのに。そうだそうだとラドンも言っています。一体誰がこんなことを。この部室に出入りする人間なんてドラメンの私たちだけだもんね。この6人の中に犯人がいるってことなん。みんな落ち着きましょう。ああフォード落ち着け。まずみんなで話し合って状況を整理しないか。そしたらこういうことにしましょう。今からみんなで話し合って一人犯人を決める。審議がどうであろうとその人が新しいエアコンを全額負担するの。なんてこと言ってるんですか先輩。あ、今のいいんですかね、ヒューが。それでいいんですね、はい。高鍋さん。僕、昨日散財しまくってるから、そんなにお金ないんですけど。まあ、自分が犯人じゃないなら、その人の全額たんだやろ。うち、犯人やないし、別にやろ、やろうや。面白そうね、やりましょう。ドラメンらしいな。あ、地方がそう言うなら。それじゃあ今から議論を開始しましょう。はい、謎解きサークルらしく今回の殺改犯を皆さんは話し合いで見つけることとしました。では、議論を開始したいと思います。60分間ですが、まず最初10分間でその後持ち物選択フェーズがありますので、キャラクターシート等を参考にしながら、誰が犯人かを探し当ててください。では用意スタート。まず僕、最後にエアコン止めたよ。それはいつも話。昨日最後、まず部室をみんなで出てったのは何時ですか ?18 時半。うん、18時半に。みんなで出たんやないか ?18 時半に僕以外みんなで出たんですか。全員、うん、みんな出てるんじゃないかしら、うん、?18 時半で解散してるはずだ。で、僕がですね、昨日忘れ物を取りに22時半に、部室に来たんですよ。22時半、うん、えらい遅い時間で。それで、その時にエアコンつけっぱなしだったんですよ。ちなみに18時半の時は誰か消したっていう覚えありますか？いや、消した覚えはないかも。消した覚えは私もない。俺もないわ。消した覚えはないぞ。にないと。で、まあ、22時半に僕が来たら、エアコンがつけっぱなしだったんで、消したんですけど、つけっぱなしだったのか。部室から出たときに、部室から物音をしたんですよね。あ、そうなの？そう、だから22時半以降に壊されたんじゃないかなと思うんですね。部室で物音がしたの？ 22 時半以降だと、あれ、俺誰かと一緒にゲームやってたな。誰だったっけな？あ、僕だよ。あ、そっかそっか。うん。そう、佐渡原先輩の家でゲームしてたかな。一緒に。そうだよね。多分結構、夜中までやってたから。そう、あ、そうなの？解散したのは、1時半かな？ 1 時、うん、そうだね。で、1時40分には家に帰り着いて、寝てる。それで返信がなかったの。そういや、佐渡原は、なんで公園で寝てたんや？お？公園で寝てたの？公園で寝てたの？え、佐渡原先輩、あの後どこ行った？佐渡原くん。ああ、あれ、それはあれじゃないか。え？公園で公園で公園であんた見かけてんけど、わあ、うちには寝てるように見えたな。確かに公園には寄った覚えはあるけど。寝てはなかったの、ね、はいつの話？ほら、お前と、後輩だっけ？高部って。うん、怖いで、うん、お前とゲームやってた最中に、うん、ほら俺一回フォト出たじゃん。そうだっけ？え？ちょっと僕覚えてないかも。外に出たのは何時なんですか？外に出たのは何時だったかな。23時ぐらいか。まあ、何せよ高部とゲームやってる最中に池外に出て公園に寄ったような気がする。
僕は覚えてないかな。その時間の佐渡原がうちの見たやつならまあええねんけど、その後うち物質寄ってん、忘れ物があったから。そんな時間に寄ってんの？ちょっといやみんな遅すぎでしょよ。そもそもうち佐渡原見る前にこうビアガーデンに行ってんけど、そこで会社飲み会っぽい棚に混ざって意気投合してたんよ、うん、その後に佐渡原見て部室向かってん。で、あ、そうそう、ついでに深夜の部室の雰囲気良かったからスマホで写真撮ったね。なんてことしてるの。まあただリモコンはちょっと確認してないな。エミノさん、エミノ、お前1年生だよな。え1年だね、1年よ、うん。ビアガーデン行ったって言ったよな今。お前ミス、お前ちあんた未成年飲酒はやめよ。え？できてないしな。うん、私ビアガーデン行ってソーセージだけ食って帰るやつ一番嫌いなのよね。いやいよそんなこと。ビアガーデンには何時に行ったのお前。え、さあ時間なんて気にしとらんからな。え、佐渡原先輩を公園で見たのが何時だって。いやだからそんなの時間なんて気にしとらへんから知らん。でも寝てる佐渡原先輩を見たんだよな。夜ね。うん、でも俺寝、うん、あないと思うんだけど。時間は知らん、そんな。ただ夜に公園で佐渡原を見たのね。ただ今日見たのね。他に何か誰かが外に出てるのを知ってる人とかはいないんですか。まあ自分から言ってもいいですけど、別にこの時間に外に出てたよって。まあ主に22時半前後ですね、気になるの。私はもう9時10分に帰宅してからずっとお家ね。私22時15分に寝てからもう早いね。次の日の7時半までずっと寝てたからね。わかんないんだけど。まあ地方はそうだな、うん、一つ気になるはなんで8時半にエビノちゃんがずっと暴れてたのかが気になるなっていうのはある。暴れてたんちゃうわ、あれは踊りや。あー酔っててってことかな。酔ってはないで。あ、酔ってはないんだ。本当に無理や。昨日帰宅してからめっちゃ寝て起きて部室に行ったら一番乗りやろ。まああの後にテンション上がって一人で音踊ってんの。そしたらあなた大学1年生よね。まああの時にリモコン壊れてんの俺と志保が気づいたから、もしかしてエビノがその時に壊した。そう、いや、それはうちも気づいてなかったから何とも言えんけど、うちは壊してないで。本当に記憶があやふやなんじゃないでしょうね。え、ちなみに、まあ、22時半以降に。あやふやではないで。22時半以降に外に出たって人はいないんですか、他に。佐渡原先輩だけなんですか。いや、あとあれか、海老名も。まあヘビの部分でしたね。僕もその佐渡原先輩の家に行ってるから一応外には出てる。うん、1時半まで外に出てったのよね、高鍋くん。まあ出てたというよりも佐渡原くん家にか。家にいて、1時半に解散して1時40分に家に着いて寝てる。1時40分に高鍋は帰宅したのか。佐渡原先輩の家にだけしかないテレビゲームがあった。そう、ゲーマーだから俺。何で遊んでたの。ツインビーだよな。え。どこの家でもありそうなゲームですね。男2人でツインビーをやってたの。そうそうなんだ。いや別に男女でやるゲームじゃないけどね。俺と地方もやってますよ、ツインビー。え、でもやっぱり男の子だったら女の子とやりたいって思うのかなって思ったのと、あとはそれならせっかくなら部室にも持ってきたら。で2人用だし、うちの部室テレビあったっけか。そっか、ないか。どうだっけ、ない。
いや、今のところ外に出たっていうのは佐渡原先輩と海老野と、まあ一応僕と高野部の4人でいいんですかね。あ、ヒューが困ってたの夜な夜、まあ、朝消しに行って、ね、僕はエアコンを消しに入ったんで、はいはいはい、その時にぶっ壊したって言われたらそうなんで、忘れ物を取りに行った。ちなみに22時半に部室にいたっていう人はいないんですね。22時半は確実にいないね、うん、確実に佐渡原先輩はいないはず。ああ、そっか、佐渡原先輩と、まあ、2人で高野部は一緒にゲームしてたから、うん、そこは2人でアリバイが、うん、私は自宅ってことは、エミノしかいないんじゃない、そのおすとき部室にいたの、うん、まあ、うちは確かに、いや、まあ、時間は分からんねんけど、その、佐渡原を公園で見たとき後に、部室に行ってるのは確かやな。でも、佐渡原先輩が公園に行ったのは23時以降だから、22時半に部室にいたわけ、いることは不可能だというよね、そのあと。だって、部室に、部室で物音がしたのは22時半だよ。あ、って言ってたな。そうなると、22時半に海老野が部室にいたっていうのは時間が合わなくなっちゃうぜ。あと、うちパソコンつけてたから、だいたいその時にいたら分かると思うけど。時間気にしないって言ったらいいね、時間見てるじゃん。いや、時間だから見てないよ。パソコンだよ、見たのは。まあいいや。時間？時間が多いすぎたから、うち分かんないって言ってるでしょ。まあ、海老野は酒飲んでたらみたいだから。いや、まあ、海老野って今何歳？結局。書いてないもん。書いてないとか言っちゃいけません。そういうこと言っちゃいけません。すいません。完全に今素が出ちゃった。とりあえず今のところ怪しいのはエビのかな。そうなると、はい、エビのと、あ、では、ちょうど白熱してるところでございますけども、持ち物選択のお時間となりました。あ、そういうパターンか。はい、皆様は、誰の持ち物を見たいかっていうのをですね、前だってタイマー止まるんですか。はい、タイマー止まってます。これちなみに、複数人が調べた場合別のものが出てくる。あ、そんなことないですね。あと1人は誰か1人のしか、ああ、あの見れないんで、そう、自分以外の誰かで、かつ被るのも不可能だから。そうですね、各人が3つ持ってるうちのものを一人が一個ずつ持つって感じになりますよね。なるほど。そうです。本当にそうです。最初のやつ。で、これ選ぶ順番とかっていうの特にないです。なんで、じゃあ、僕はチェホの。あ、そしたら、皆さんチャットで打ってもらって、はいはい、で、かぶりがあった人は、はい、話し合いましょう。かぶりがあったら 1D100 を振りましょうか。で、あ、店員さんそこじゃない、店員さんそこじゃない、全体じゃないよ、全体だったわ、全体じゃないよ、キャラクターの個人のチャンネルみたいなね。そう、個人チャット、はいはい、そう、全員の入力を確認してから処理します。かぶった場合はどうなるかな。だら殴り合い、殴り合い、ツインギーのハイスコアバトルとかどうですか。俺と高部が圧勝するけど。いや、俺と千穂だって負けてないっすよ。あれ、これ自分調べられたっけ。自分マブリーです。自分他の誰か。これは綺麗に分かれるか。お、これは綺麗に分かれる。さすが。さすが。あーあーあーってあーってあーってあーあーあーですね、今さんやっちゃった。うそ、佐渡原と高鍋が被ってます。あ、マジか。佐渡原を選択してる人がいないので、自動的に高鍋が佐渡原になっちゃいますね。そういうことか。はい、一応公平を期す、はい、公平を期すために言うと、都の城が高鍋、佐渡原が都の城、高が海老野、日向が高、海老野が日向で、今変わったんで、
確か。サドバラが、じゃあ、その宝部がサドバラ。誰が誰のものを取ったか、はい、あれですね、なんか全体に書いてもらえて嬉しいです。はい、書いておきます。とりあえず、まず先に情報を渡して、皆さん話始まったらまとめて書いておきますので。まずはですね、頑張って GM が各人にアイテムを書かなきゃいけないから。大変だな、これ。完全に巣が出ちゃった。書いてないがじゃないよ。さすがにびっくりした、本当に。ごめん、ごめん。いや、留年したって言えばよかった。1年生で留年ってなかなかすげえな。うん。留年、いや、浪人の方がいいかな。そっちの方がまだ、うん、いやごめんマジでごめんなんかうーんっていろいろと考えてたら言うてこいつらなこいつらみんなあれだかんなあそういえばこれってなんか取った場所ってもう1回しか調べられないんですかねなんかそんなことはないですね、それは大丈夫です言ってみんな医学生でしょはい。配りましたんで、タイマー開始。特に理学部だよ。経済学部とかの人もいますね。いろんな学部があるか。はい。じゃあ再開します。スタート。で、なんかみんな、急に、ポッとみんな手の中にいろいろ、なんか手に入ったみたいですけど。なんか面白いものありました？面白いものなかったな。面白いものはない。ヒューガの持ち物に目覚まし時計あってな。8時にアラームがセットされてちゃんと起きないとまあ僕はそうですね時間通りに起きてますねすごいなみんないや都城先輩には負けますよまあ私は7時に昨日ん今日もちゃんと起きて9時にちゃんと起きてるわねぴったりですかね全て当然です高鍋くんがマヨネーズ持ってたマヨネーズ普通にマヨネーズめっちゃ美味しい、うん、夜買いに行ったのかなって思ったぐらい、うん、だから何とも思わなかったけど、うんうん、あれでもいや高鍋が佐渡原先輩の家から出発したのが1時半で、うん、家まで移動したら10分ですぐ寝たって言ってるから、うん、そうだね帰る途中に買ったわけじゃないよな。あ、いや、僕いつも持ち歩いてるよ。あ、そう。マヨラーなの？この暑さで痛まないか？持ってきてたっけ？うん、もう常に持ち歩いてる。こんな暑い中、いやもう常温で持ってたらまずくないか？いつでも肘からスペシャル丼を食べられるように。僕いつも持ち歩いてるよ。インターン好きなのね、あなたね。わかるわ。美味しいでしょ。横のマヨラーなのね。面白いわな。他になんか面白いもの出てきたかな。面白くもなんともないけど、まあ都の城はあ、うん、なんだっけ、ミニマムザホルモンが好きらしい。ああ、そういうこと。まあ私あれよ、ロックバンドとか聞いてるから、私多分それね、うんうん。結構ごついの聞いてるんだな。バリバリのロックバンド聞いてるわよ、うん、これ僕よくわかんないんだけど佐渡原先輩のモリエナっていうタバコがなんか大量に入ってるらしいああ、俺が吸ってる銘柄だよそれなんか聞いたことないタバコの銘柄ですけどああ、俺もさっき知ったよさっき知ったよとか言わないのでもいつも吸ってるんですよねこれそう、俺はもうモリエナ中毒者だからもうモリエナしか吸わんほかの人になんか持ち物って何持ったの？まあ、僕はチェコのものを持ってますけど、うん、チェコが見せていいって言うなら見せますけど。チェコ？はい。どうなの？話聞いとったか？ちょっと聞こえなかったんだけど、もう一回言ってもらっていいかしら？いや、まあ僕はチェコのものを持ってるけど、うん、地方が見せていいって言うならみんなに見せるけど。ああいいわよ。まあ、地方はなんか
お笑い芸人のライブ DVD を持ってるよ、ね。お笑い好きなのね。お笑い面白いからね。みんなライブ好きだな。その道は険しいで。なんか知ってんのか。まあまあまあ、関西ですから。関西に言われちゃうとな。吉本目指してたんだけど、最近ブラックらしいし。迷ってんだよ、ね。初耳ね。謎解きサークルなんかなんでいるの冗談よ。ちなみに、サバハラ先輩はいつ頃からそのもうリエナを吸い始めたんですか？いつ頃から？え？え、まあ、ちゃんと二十歳超えてから。犯罪者をあぶり出そうとしてません？ちゃんとね、ちゃんと年齢は守って捨てましょうね。そうだよ、俺大学4年だから大丈夫よ。大丈夫よ、うん、よ。ちなみに聞きたいんだけど、エビノさんは昨日ビアガーデンでお酒なん飲んでないのよね。飲んでないのよ。一通り飲んだ後、無事に向かってるけど、まあ意識ははっきりしてるから、まあまあまあ酔ってない人のセリフ、酔ってる人のセリフよそれ。時間わかんないんでしょ。時間はだってもう昨日の朝からわからんで。だってもう普通に部室で遊んでる時から知らん。ああそうだね。まあ時間にルーズだからね。確かに。まどかちゃんは。もしかして毎日毎日飲んでるからなんか二日酔いとかで来るのが遅いとか。ああ。そういうわけじゃない。でもそれだったら今日も遅れてくるはずじゃない？今日はめっちゃくちゃ寝た気がするんやが、もしかして一番乗りやったな。うっせ寝てたんじゃ。いや、普通に帰宅してるが。うっせ寝てたってそんなことあるのかし。いや、うちとしてはめちゃくちゃ寝た気がするんやけどな。でも部室に行ったら一番乗りだったんや。でも部室で寝てたことをなんかバレないようにするためになんか踊って汗を出して。あ、実際にあの私が多分。アルコールと。ちょっと納得してしまった。まあ一応実際私がもう9時に行った時にはすでに全員が揃っていたんだけれども、その部室に入った順番とかっていうのはみんなわかるのかしら。来た時間は僕は8時55分。エビネの前に俺が最初で、その後にヒューガとチホが一緒にあの部室に入ったら、うん、なんかエビノが踊ってて、踊ってたの？その時にもうあのリモコン壊れてるの気づいたんですよ。うちは気づかんかったけどな。じゃあエビノってマトカちゃんが、エビノさんも気づいてたよ。マトカちゃんが一番乗りで、指摘されて気づいた。ああ。マトカちゃん一番乗りで、その次にヒューガとタカ、ヨコちゃん。エビノ、なんだっけ、ヒューガと、高千穂は、高千穂は何だっけ ?8 時半ですね。8時半か。8時半。ヒューガ8時に起きて、そっから千穂の家行ったとしても、なんや、もう20分ぐらい何しとったんや。別に、千穂の、別にだって、起きたのが8時で、あれですよ。だって起きたのが8時で身支度して8時半に着くってむしろ早い、なんか、まあ、男の子だし準備にそんな時間かけなくても、あと別に一緒に部室に入ったけど千穂と僕はあれですよ、別に一緒になんか誘っていったとかそういうわけじゃないですよ。あ、そうなんだ、うん、一緒に来たって言ってたお家からずっと一緒だった、単に部室に入った人間が同じだったわけですよ。あ、そうなの。そうね、そうなの千穂。でも、まあ、まず、エビノが8時半以前にいたってことだから、まあまあ、何時からいたかが、うん、まずエビノは覚えてないって言ってるし、あとはエビノさん、なぜか動いてない腕時計持ってるし、エビノが覚えてるっていうのが、結局23時以降に、あの、公園に出た佐渡原先輩を見たから、そっから8時半までの記憶がないってことですよね。ん？ 8 時半までの記憶？だって踊ってるところまで記憶ないんでしょ。いやだから昨日の朝から時間についてはうちは知らんって。起きた時間もわかんないんですよね。
とかわかんない。いやまあその時間にレーズだからその、うん、全く気にしないからわかんないでしょっていうことだと思ってるんだけど、私はそんな時間どうせ民事まあ結局その時間まあ言ってしまえばアリバイがないのがエビのってことで。うち感情論は俺には聞かないよ。あとエビのさん時計壊した。いやだから電池切れてるんじゃそれ。ん？いや電池ではないとは思うけど、まあそうなのかな。だって別にうち腕時計持ってても見ないし。それは見た方がいいと思うけど。あんたらがごまかすぎるんやって。そもそも動かない時計を持ってる意味あるの？え？ファッション？ファッションには気を使うんだ。まあうちも女やからな。大人には見えるよね。物質で一番のにして汗かいてる。女ですって言われても。うちは汗かいてたことではないで。いや。物質に一人のシチュエーションがなんてめったにないからな。そりゃ一人で踊りもするわ。まあ一応まあ。いやだいぶ甘いけど。まあただあれですけどね、まあ佐渡原先輩ももちろん犯人候補でありますし。いやそう言われても。いやそんなこれが10分もだってそうだろ。まあ僕がエアコン止めた時にでも来た時止まってましたよねエアコン。うちは確かに。ことは消したっていうのは僕は消したっていうのは間違いないんですよ。まあ夜は涼しかったのは覚えてるな、うん、だってエアコン止める前に壊しちゃったら止めらんないですからね、うん、まあそうね。22時半にそのちゃんとリモコンでエアコンを止めてるっていう話止めてからそれ以降に壊れてるのは間違いないですよね、うんうんうん、で、はい、そのまずはいおでは、もう身震いするような議論が行われておりますけども熱いですが、はい今回持ち物選択2のお時間でございます。まあ前と同じ人でもいいですし、その人怪しいと思う人とかを選んでもいいし。怪しいのは一人いるんだけど一人しかいねえ言われちゃった。誰やそんな怪しいやつ。はい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 。思わないからね。ノリ悪いわ。そんなんじゃお笑いやってけへんで。お笑いは見るのがいいのよ。これだから素人はあかんねん。お笑い芸人も時間にはルーズじゃないと思うけどな。関西人やからみんなルーズやろ。バチバチだな。それは言い過ぎよ。あんた関西人に謝りなさいよ。ここに関西何人いたっけな。あんた関西人に失礼。ですね、はい、集計したところですね、タカとタカナベは、大丈夫です。あ、違う、タカじゃない、ごめんなさい、タカじゃなくてヒューガとタカナベは大丈夫です。残り4人がか、それぞれペアで被ってる感じかな。俺変えてもいいよ。そしたらじゃあ佐藤原は変えていくので、うん、都城と海老野が被ってますね。ちなみに、タカと都城はもう埋まってます。なんで空いてるのが佐藤原とヒューガかな。ヒューガはで、佐渡原が譲っていたんだったんで、まあ、綾とうちが佐渡原を選択してんねんな。どっちかが譲るって形で、どっちだか余ってるのは、高鍋がと、じゃあ、エビの。まあ、高鍋で、ただのマヨラーとしてならない。じゃあ、私、高鍋くん調べてもいいよ。あ、ほんとまあ、うん、助かるわ。はい。はい。じゃあ、高鍋で。佐渡原はあまりで大丈夫ですか？うん。じゃあ、エビドになりますけど。うん。
まあ怪しい人を選んでいく。天下の外れ感醸し出してきたら今。うん、ですか本当に今のところこうなりますけど色はないですね。だってもエビのはまあ気になるからね。なるほど、ね、エビのそれはそう。シンプルに気になるよ。したらじゃあ貼っておきます。はい、何が出るかな、何が出るかな、何が出る。サドバラがエビの方に、タッカーが、キューバがタッカー、でエビのがサドバラの身で、かなきか、みやっこの城ですね。はい。よいしょ。はい、じゃあ、議論再開します。どうぞ。はい。エビの、エビのお前、なんだ、イラストとか描くの？いや、実は、ん？イラスト？うん。うん、言ってくれりゃいいのに、お前仲良くなれたよ、多分。佐渡原先輩も絵描くんですか？いや、俺は描かないけど。あ、そうなんだ。え、なんの、え、ごめん、詳しく教えてほしいんやけど。え、いや、え、画材がいっぱい出てきたけど。エビノから画材、あ、エビノちゃんから画材が。アルコールマーカーとイラストとアートとかに使う画材が出る。マーカーするのね。テンション上がったんだけど。うちちょっと、まあ、漫画とか好きやからな。え、もしかして、エビノって漫画とか描くの？漫画は描かんけど、まあ好きやからファンアートみたいなね。うん、アルコールマーカーだから、これコピックだよ、だからコピック。ああ、コピックか。いや、最近ハマってる漫画は妖術回戦。読みそう。ねえ、なんか聞いたことあるような。私ネタバレ食らったんだけど、高鍋くんから妖術回戦の最新刊出てきてさ、修行キャラの宮崎が死ぬっていう、私、ちょっと、ネタバレ食らったんだけど、やめてよ、高鍋くん、本当に。宮崎死んでもたんや。それは、死んでもたんや。勝手に調べるのが悪いじゃん。いや、私、最新刊読んでないのよ、妖術回戦。これは、買わないのが悪いんじゃないかしら。あと、いや、ネタバレ食う方が悪いわ。キューガくん、ちょっと僕止めようがないんだけど。キューガくんさ、アクセサリー持ってるよね、女性向けの。え、そうなの？キューガくん、誰にあげるプ？あー、もうイチャイチャはいいわ。いや、ごめんなさい。だけど、シャドアラン、サプライズでも。シャドアラン。うん。コントローラーだけ持っててもしょうがないよ。いやいやいや、ゲーマーのたしなみ。しかもこれサドワラしか持ってないハードのコントローラーやないか。ああ、言われてみるとそうか。ツインビー。ばっかり。ツインビー。何のツインビー用の。ツインビー用の。何のため。コントローラーだけ持っててもしょうがないやろ。持っててもしょうがなかったら、ゲーマーのたしなみでマイコントローラーを常に持ってるんだけど。あ、でも、わからなくもないわね。もうわかんないけど。なんか、無理やり突っ込まんでええんやで。ごめんなさい。結構はなんか、ミステリー小説、殺人ミステリー小説を持ってるけど、なんか、密室殺人トリックが、これなんかすごい新鮮って話だけど、どんなトリックだったんだ？私？そうそうそう。いや、まあ面白いな。あ、すごい新鮮なトリックだからちょっと聞いてみたいな。いや、あの水、あのすごい高いところに鍵が置いてあって、うん、まあ鍵っていうかその殺人の道具が置いてあって、うん、でこれは天狗じゃないと殺せないっていう感じだったんだけど、うん、そのトリックがあの部屋の中に水を張ってこう水面を上昇させることによって上に鍵を置くってトリックがおおって思った、ね、聞いたことあるな、これっぽい。いや、それなんか俺見たことあるぞ。そうトリック。あなたもそれ読むの？
いいね。あれ何巻だっけね、87巻ぐらいみたいな。そんな関数ある。65ぐらいしなかった。65かな。私はそれは分からないけど、へえ、そういうミステリー小説があったのね。まあミステリー小説ね。確かにあのトリックは、確かにあのトリックはな、新鮮だわな。あれは新鮮でしょ。ああ、まさか宮崎死ぬなんて思わなかったな。っていうか最近の作品、主要キャラ殺しすぎなのよ、本当に。いやダメよ。それは本当に思うわね。あとヒューが鬼滅の刃って本当に聞いてくれ、二人。実はうちも、実はうち、オタクなんや。気づいてたよ、うすうす。イラスト描いてるもんな。ほんま？ああ、でもいいことだよ。いやー、まあ、いや、うちもね、妖術回戦の宮崎好きやったんや。最新回のシーンで絶望してん。びっくりした。まだ私最新これで自分のことを絵描いたことないって言ったらアルコールマーカーチューチュー振ってんのかと思って。よくない。もしかしてその結末になんか気が動転してリモコンに八つ当たりしちゃった？うん。あ、俺はっていうの。仕立てあげたいんやな。落ちてたっていうのがあれか。じゃあもうショックでこう気が動転して。あまり回ってて。いや、それは何でも言うけど、いや、別に一人のシチュエーションがめったにないから、バカ上がりでもう一人で踊って。音量もバカ上がりしたね、今。音量いや、まあ、もう、行っちゃうと、深夜に部室に行ってるの3日なんや。家にパソコンないから、物質のパソコンでアニメ見てん。あ、そうそうそう。で、アニメ見た後に帰宅して寝てる。なるほどね。何時に見たかは覚えてないのか。うちが時間気にすると思うか。でも、エビノが物質に入ったのは、じゃあ23時以降で間違いないんだな。まあ、佐藤原が公園にいたのがその時間って言うなら、うちは佐藤原公園で寝てんねんって思ったけど、なんで。いや、でも俺寝た記憶ねえんだけど。映画アニメを見たっていう記憶があるってことは、エアコンをつけ消しした記憶は？エアコンはそもそもうち全然気にしてねえんで。ああ、なんかあんな暑かったのに、この部室で。夜は涼しかったのに。ゆうがくんアクセサリーって言ってたっけ？そう、女の子用のアクセサリーだから、ね、女装の趣味でもしてる。ああ、女装趣味、女装ならまだ受け入れられるわね。ああ、受け入れられるんだ。ゆうがそんな趣味があったんか。でも、まあ、でも他の女に渡すつもりだったんなら殺すけどね。あ、もしかしてうち？私？いや、俺かもしれない。ヒューガ僕式を僕答えなきゃいけないんですか、それ。答えなさいよ、私が質問してんのよ。まあ、それについては言えないかな。私が質問してることに従わないっていうわけ？そう。こんな主従関係あるんだったね。おかしいよね。言わないな。言わないんじゃなくて言えない。じゃあ僕がギリギリ言えるのはそこまで。なるほど。言えない。俺のところもちょっと映ってくか。高千穂、誕生日とか近かったりするの？もしかして。サプライズプレゼントみたいな。ん？誕生日はね、私、10月だから、まだだね。まだか。まだか。じゃあ、記念日とか。いつから付き合ってたの？記念日。いや、そもそも付き合ってるわけでもないのかな？いや、付き合ってるわよ。あ、付き合ってるんだ。付き合ってるといえば、高鍋と都の城は付き合ってるんか？あ、そうなの？いや、え？駅前でなんかすごい楽しそうに話してるの見てるけど。あ、昨日の夜一緒にご飯食べに行っただけだよ。そうそうそう。うん、
ご飯食べに行くか。それって何時ぐらいなんですか？それは6時その6時半に解散してからそのまま一緒に行ってればね、じゃあその後にビアガーデンに行ってるかな。ああそれは知らない。で、9時21時に高鍋くんと別れて、私9時10分に帰宅してからもそのままずっとお家にいる。多分高鍋くんは私と別れた後にそのまま佐渡原くん家に行ったんじゃないかなって思ってたんだけど、みんな夜遊びしすぎじゃないかしら。じゃあなんだ、エビの俺たちもどっか行くか。もう一回、その食事が終わったのか。食事は？ビアガーデン。21時に別れている。私はそのまま家に帰って、ずっと自宅にいたんだけど、高鍋くんはさっき話に出た通り、その佐渡原くん家に行ったんじゃない？そうだね。マヨネーズ持って。佐渡原先輩は、高鍋と何時に合流したんですか？21時半。うん。半に高鍋が来たから、まあ合ってるでしょう多分。それで合ってない。来たから合ってない。はい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 、はい、いやーもう神も揺さぶる激論が。絶対 GM セリフに書いてあるやつでしょそれ。いやかまずで何も書いてないから適当に言って。なんか言わないといけねえなーみたいな感じの。いやー。では、運命の最後の持ち物を選びタイムでございます。が終わった後はもう、あとはもう皆さんでも、好きなだけ議論していただく。まあ、好きなだけって言っても30分弱なんですけども。30分もあるで。30分もありますよ。まあ、30分いらないっつうんだったら、まあ、途中でもう、特に全員がいらないっていうんだったら別に終わっていただいていいですし。宮崎のばらちゃん死んじゃったからな。いや、私はまだわからないと思ってる。本当に、本当に。佐渡原先輩は特にそういう漫画は読まないんですか？俺は漫画読むっちゃ読むけど、そんな、もうショックで踊り出すようなことはないな。ショックで踊り出したんやない。あれ？タカとタカナベかなと。はよせたかたか。かなべさんが、はい。かぶってますね。まあかぶるだろうな。またかぶったかな。たかひゅうががお互いを調べ合う。うん、で、うん、残りがまた被ってて、都の城エビのが佐渡原。ああ、やっぱ被ってる。今回譲れよ。ありがとう。はい。じゃあ、都の城が佐渡原で、佐渡原と高鍋が都の城になってますね。いや、前回譲ったし。まあ、そこら辺は、お二人の。誰が余ってるんや？エビのと、高鍋。あ、じゃあうち高鍋でしか、ほら。そうですね。まあこのままだと。佐渡原じゃなく高鍋が譲るって形いいですか？うん？いいんですか？あの佐渡原と高鍋が役の字で被ってるんですけど。うん。はい。じゃあ自分が譲るの？だからどうとするのっていう話なんですけど。二人で話す。あ、佐渡原が譲るって話かと思った。なんか譲らんって言ってますね。あ、譲らない。俺と高野部が同じ人を選んでる。そう、都の城で被ってるんで、お二人のどっちかが譲って感じですね。なんか流れた。大丈夫か？佐渡原先輩は都の城を調べたいって話で。まあ、第一希望は、あれ、もう一人誰選べるの？エビトです。今の。またエビトもしですけど、高鍋が、ああ、違うか。佐渡原がやったら、ああ、でもそうだな。うん、エビノしかないですね。まあ、エビノでもいい。じゃあ、いいけど。一回、佐渡原先輩が取らなかったっていう。一回、都城1位を取って。
して、うん、2回目何でもいいからったんだと思って、一番余ったやつにじゃあいいよっつってして、うん、だね。なるほど。どうなんだろう、あんまり譲りたくないかなっていう感じではあるかな。エビドとイチャイチャするか。いいですか、佐藤さん。はい、さすが先輩ですね。まあな。ということで今回の結果がこうなったと。では例の孤独配ってきまーす、はい、いやーもう すごいですね、皆さんの議論が。いや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 。大丈夫ですね、皆さん間違ってないですよね。大丈夫です。よし、じゃあラスト頑張ってください。用意スタート。ヒューガくん、ヒューガくん、秘密にしてることって何？秘密も一緒に話してくれよ。え、地方の秘密も一緒に話してよ。私に秘密はないけど。日記に書いてあるぞ。なんて秘密？秘密にしていることがあるって、僕に秘密にしていることがあるって書いてあるの。いや、まさか。まああなたの秘密は大見当ついてるから言わなくてもいいけど、私の秘密見当がつかないよ。お互いがお互いに記念日にサプライズを隠してたのかもしれない。まあまあまあ、そこの2人は置いといて。気になるけどな。気になるけど。まあ、まだ時間あるし、別に話してくれてもいいよ。僕もう一つ森穴見つけたんだけど。うん。ええ。うん、森穴？森穴をもう一つ見つけちゃったんだけど。おお。都の女王先輩にも森穴が入って。ああ、前にもらった。もしかして2人とも闇カス？違う。あら、いや、隠さなくていいじゃん。いや、違う、私は吸ってないよ。一緒に吸おうよ。っていう感じに来るから、この人が。この人が、そんな感じに来るから。え、そのちなみに箱は開いてた？いや、わかんないけど、一箱入ってる。かなって感じで、この人が来るから、もう、収集受け取って、私は吸ってない。何ですか？いいじゃん、別に。私は吸ってない。え、なべちゃん。この森エナはあれですか、佐渡原先輩が渡したので間違いないんですか？渡したんじゃないか。俺いつも懐に6箱入れてるからさ。バンデットキーっすかな。多分1箱ぐらい誰かつらにあげててもおかしくない。あんま覚えてないけど。まあもしかしたら、まあ実は。自分の森穴がなくなったから、ちょうどそこにあった佐渡原先輩の勝手に持ってった可能性もあるんじゃないですか。言ってくれればあげるのに別に。いやいや、押し付けられたの、本当に。盗むなんて最低の恋ですよ。吸わないわよ、タバコ。いや、この人の方は知らんけど、高鍋の方は、都の城のこと好きなんちゃうか、これ。ん？なるほど。8月8日に都の城との食事する予定がスケジュール帳にちゃんと書いてある。ちゃんと書いてあるぞ。ちゃんと書いてあるぞ。普通になんか言ってないけど、偶然じゃなくて完全に恋じゃないですか、これ。スケジュール帳に書いてあった。そう。まあでも、実際昨日ご飯は実際行ってるから、うん、8月8日には行ってるわね。スケジュール帳に書いてあるスケジュール帳に書いてあるだね。そうなんだ。よほど楽しみだったのね。なべ行っちゃってもいいよ。今行った方が面白そうだぞ。
高鍋くん？あ、高鍋。はいはい、そういうのは俺とゲームしてるときに相談してくるやん。え、あれ？あ、佐渡原先輩だけ特になんか秘密っぽいもの出てこなかったですね。タバコしか出てこないな。タバコだけですね。タバコもあるからか。佐渡原先輩は何か出てきました？そういえば。ああ、エビノの持ち物、持ち物というか、まあ、スマホの写真を見たんだけど、まあ、多分その、逃げ出すアニメをスクショじゃねえや、多分パシャって撮ったんだろうな。あ、それ、うちが最初に見た深夜の物質の兵器良かったから、スマホで撮った写真ちゃうかな。そっちか。1時半ぐらいに写真撮ったみたいな。1時半あ、じゃあ1時半やな、うちが写真撮ったの。でもその時ってリモコンどうだったとかあったの？うちは全然気にしない。というかタカは全然喋る。大丈夫かな？タカノベ君生きてる？タカチホ。タカチホ。あ、チホ。あ、そっち？タカか。はい。あ、チホちゃんの方か。何？寝とらんか？お前。寝とったやろ。はい。寝とったやろお前。いや。え？寝とった？ああ、あなた、ヒューガくんのことが好きだったってこと？え？ちょっと、どういう、ちょっとだいぶ、だいぶ、こいつほんまに寝とったんちゃうか？どういう話になるの？寝とったってどういう意味？本当に寝とったんちゃうか？あ、寝とったって、その、NTR の方ではなくて、無理ではない。そういう意味の寝とったではない。なんだ。NTR ではない。あ、私は22時15分からずっと寝てたわよ。いや、今の議論中寝とったやろ、お前。いや、寝てないわよ。寝てない、起きてる？ちゃんと聞いてる？じゃあ、たほちゃん。結局、リモコン壊したの誰なの？そう。その話だと一番最後に部室にいたのは、エビノっていう。まあ、エビノってことになる。まあ、エビノでしょ。エビノさん、ちゃんと払っておくね。いや、うちちゃうし。それか、その、二人に秘密にしてることがあるって、お互いがお互いやってるって、なんだろう？いや、まあ、僕の…ヒューガ君のは私知ってるから大丈夫なんだけど、まあ、あんまり言わないでほしいけどね。うん。でも、僕は地方の秘密は全然見当もつかないんだ、ごめん。うん。でも僕、私も言ってほしくないかな。逆に男装とかして、あ、まさか女装男装して付き合ってる。なるほど。なるほど。ああ、そういう。ないじゃないよ。そんなあったか。そんなわけないじゃないの。はい、日記は何だったんだ結局。日記はもう気にしないでいいと思うわ。気になるな。ミッチの先輩は佐渡原先輩から何か出てきました？ん？いや、こんな状？ん？何？ごめんなさい。あ、持ち物？佐渡原くんからスマホが出てきたよ。うん。うん。スマホだけ？スマホだけ。え、なんか写ってる？あ、写真とかじゃなくて普通に連絡のチャット。何時とか書いてありますね、そのチャット。それは、私が寝る前？私が寝る前に、その、ちょっとやりとりしたんだけど、それね。まさか、その二人が。佐原先輩、それ何時にチャットしたか覚えてます？23時。高部と別れて、どうだったっけな。まあ、寝る前ぐらいだった気がする。寝る前。何時に寝たんでしたっけ、佐渡原先輩は。1時、あれ待って、チャットメール？あ、違う。私に送ってきたのは23時5分。私がそれを寝る前に確認して、あれだけ。23時5分だと俺、高部とゲームして遊んでる時間だから。
その途中か。途中だと思って。なんか一回抜け出したって話した時じゃない？23時5分だと、そうですね。あの、公園に行ってる頃の。途中で抜け出してる時間帯じゃない？ああ、はいはい、その時か。うん。ん？これその間そんなに抜け出した？なんでそうか。え、僕覚えてないんだけど、佐原先輩そんなに抜け出してるの？かもしれない。長い時間抜け出した感じじゃなかったのね。いや、僕が覚えてる限りだと21時半に遊びに行って1時半に解散したっていうことしか覚えてないから。30分ぐらいしかでも抜け出してないぞ俺。まあそのまあ一瞬抜け出した隙に私とちょっと連絡取ってたぐらいよね。それなんか連絡取った内容は言えるんですか？また明日ねーってだけよ。でもなんか最初なんか宮古城先輩なんか寝たの9時過ぎとか言ってた気がするんですけど、帰ったのが9時過ぎで寝たのは23時半よ。なんでそこ言いよどむんですか？え、なんでそこ言いよどむんですか？途切れたじゃん。あ、途切れたの？23時半よ。まあ、その内容のメールだかチャットだかわかんないけど届いてて、それに気づいたのがその時間だから、いつ送られたのかわかんねえな。結局22時半に部室からした物音の正体がわかりませんね。うん、あとは7時に起きたときに24時に高鍋くんからも返信来てたから、まあその時間帯起きてたってだけだし、別に何も怪しくないなって思ってる。内容は覚えてないけど。あのちょっと待って待っていいですか、あのタカさんミュートですけど大丈夫ですか？はい、ごめんなさい、忘れてました。はい、大丈夫。大丈夫ですか？はい。じゃあ、スタートしますね。はい。本当すいません。え、これ全然、今のところ絶対これ嘘をついて22時半に部室にいた人いますよね。それは、でもフラート、ヒューが？が見て、あ、見てはないのか、物音がしたって話だっけ？物音がしたでしょ。出た後に。候補としては、エビの先輩か。なんでうち違うの高鍋と、あの、佐原先輩は、二人とも、うん、あの、アリバイがあるから絶対無理で、うんうん、残りの、だから、あの、三人ただ、その、三人になるわけですよ、そうなると。ただ、なんとなくだけど、その、佐藤原先輩の家には確かにいたはずなんだけど、全然その佐藤原先輩が抜けた記憶がないので、そこら辺がどうなんだろうっていうところは、いやでもまあ抜けた時間とそのチャットの時間が合ってるんなら別にそこは、うん、その22時半ではないから、うん、てかむしろなんで覚えてないんだ。いやそれが全然わからなくて。そんなにゲームに熱中してた？いやでも2人で遊んでたはずなのに、え、なんでマジでなんで、こんなに飲んだっけ？え、これ飲んだんですか？わかんない。飲みながらゲームやる。飲みながらゲームやるのがいつもと。これ飲んだかどうかすらもわからないんだけど。佐渡原先輩。いや、え、俺と違う。高野部1年生ですけど。そんなに無理じい。あ、そういうこと？え、じゃあ、2年生、高部は。いや、高部は1年生ですよ。これ僕飲まされた？高部1年生だっけ？高鍋くんは1年生で、理学部1年生。あ、いや、違うよ、それは。違う。彼は留年してるから。いや、そんなはずはない。仲間やったんやな。仲間？違うよ。そんな無理に飲ましてないよ。これ僕飲んでてもしかして寝てる？いや寝てないはず、ゲームだってずっと一緒にやってさ。え、でそれに私にも連絡は来てるから。うん、うん、え、
や、え、僕寝てた？この間もしかして。いや、寝てないんじゃない？わかんない。俺が出てる数分の間寝てたならわかんないけど。いや、でも本当に佐渡原先輩が出たのを全然見てない、見てないとかわかんなくて。ってことはこれ寝てたのかな？え、でも起きた記憶もよくない、ないし、よくわかんない。え、全然わかんない。佐渡原くん怪しく、飲ませすぎたか。佐渡原くん、飲ませて、すやすや、高鍋くんすやすやしてるうちに出てるとか、そういった話になってくる。先輩、なんか、あれですね、タバコとか酒とか、や、なんか、こう、二十歳以下に押し付けるの好きなんですか？いや、それ押し付けて、押し付けてない。押し付けてないよ。これタバコってやばいタバコだったりします？普通のタバコだとコンビニで買えるコンビニで買えるよ。まあコンビニでタバコを買ってんのは僕が見ましたね。あ、さすがにやばいタバコではないわけですね。そうだよ。でもそうよね、あの日向くんが14時に用事あるから先帰るっつった後にそのあれよね、コンビニに佐渡原行ってたな。そう、コンビニ佐渡原くん行ってて、で日向くんと会ったよって言ってたから、その時にタバコ買ったのを見たってこと。6箱ぐらい買ってるはず。まあ、箱数までは分かんないですけど。まあ、とりあえず21時半以降の記憶はもしかしたらないのかもしれないということだと。佐渡原酔って公園で寝ててん？俺？いや、俺酔っ、いや、俺はそんなに酒弱くないから。てか多分公園でタバコ吸ってるのを寝転がって吸ってたんか。いや、ねポーズ的にはベンチがあるだろ。でベンチに座ってこう両腕をベンチの後ろにグワッてやってさ。でちょっと待って、高鍋くんがさ、あの思ったんですけど、僕があの22時半にあの部室入ってエアコン消したじゃないですか。で出るときに鍵閉めたんですけど、うん、もしもその中に、まあ多分ロッカーの中にいたと思うんですけど、ロッカーの中に隠れてたんだと思うんですけど、うん、あの鍵って内から内側から開けられるのかな、これ。さすがに開けられるんちゃうか。まあ窓もあるから窓から出ればいいか、その場合。でもその場合窓が開けっぱなしになっちゃう。こういった話は全然記憶にないよ、ね。実は僕があの。突然部室に来たから、その時点で部室にいた人が閉じ込められて、閉じ込められるというか、まあ出れなくなってしまった本当は、ま、あのからで、そうなると海老野がその後部室に入ってるわけじゃないですか、海老野の言い分的には。いや、だって海老野が部室に入るときにその人と出くわすんじゃないのかな。高鍋くんさ、うん、私の持ち物ってさ、うん、何だった。あ、まだそれ言ってなかったんだ。森江な。ああ、それか。それか、それか。あ、ごめんなさい。いいな。まあ、もしかしたら、まあ、なんだっけ。なんて言うんだっけ。都の城先輩も知ってるかもって話ですよね。そこについては。知ってない、知ってない、知ってない、知ってない。いや、タバコ吸うのが悪いわけじゃないですか。タバコ吸うのは別に、単に、いや、あれですよ。ギャップ萌えってやつですよ。だってどうよ。やだよ。え、何か探してるのがあるんですか。その方が人間味があってよくないですか。いえ、探しているものがあるわけじゃないけど。タイムマシンのすすめとか探してます。あ、それ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 。エビノ、エビノは何それ。エビノは部室に入った時間は覚えてないけど、部室に入った時に誰かとなんか遭遇したか。いや、そんなことはないな。ただエアコンはつけてないけど夜涼しかったのは覚えてる。ってことは窓が開いていた可能性はあるんじゃないかと、さっきの話でうちも思ってる。ってことは窓から出た人がいる。うちらの部室って窓何階なんだ。うちらの
物質って。さあ。GM 物質って何階ですか。わかるの。書いてないのであまり意味はないのかと思います。以上。なるほどな。さどわらくん。ということは窓から出ることも可能だったと考えていいんですか。1階だとすれば。そうなると、まあ、エビノがもしも正しいことを言っていた場合、もうあと。じゃあ正直もんやぞ。いえ、もうそういうことじゃなくなってきちゃう。都城先輩だけになってしまって、で、逆に、ちょっと待って、ちょっと待って、都城先輩が何か言おうとしてる。時間がそんなあんま関係ないのかなってちょっと思うんだけど、まあ実際エビノがね踊ってる時にぶっ壊したって可能性も全然ある、うん、誰かがタイムマシン使ったのかもしれないしえこれタイムマシンの勧めって本物なんですか。それは私が先代の部長から引き継いだものなんだけどこの大学の空き教誰も入れない空き教室にね24時間だけ過去か未来に移動することができるタイムマシンがあるの。で、これは歴代部長だけに教えてもらえるもので。そんなものが。じゃあ教えちゃダメじゃん。でも、もう、いや、だって、そのタイムマシンってどれなんですか？そのロッカーですか？もしかして。いえ、空き教室。あ、空き教室？空き教室全体が動くっていうこと？過去に、過去か未来に。まあ、で、その24時間ぴったり動くんですか？だと思う。そうね。で、過去にも未来にも行ける。誰か知って使ったんじゃないのって私思っちゃってるんだけど、違うのかな。知ってるのってそうなると、都城先輩だけになりますよね。そうよね。そっか。都城だっけ誰だっけそれこそだって、まあまあ。話してる中だったら佐渡原くん高鍋くんになるからえ僕知ってたっけ知らねえな知ってる知ってる中だからそういうことをもしかしたら知っててもおかしくないかもなっていうちょっと思ったぐらいいや僕は知らないもう俺とお前ってそんなに仲いいっけでもタバコを押し付けられてるそれは俺は違うじゃんもしかして夜中にメッセージ送ってくるしまあ、いや送られてきた動画にしたんで俺はもしかしてみんなして僕担いでません？ん？どういうこと？いやまあ一つのこれは推論なんですけど僕だけじゃないですか昨日サークルを途中で抜け出したのって、うん、はいはいはいあそういうこと？みんなで実は遊んでてぶっ壊しちゃっていやでもそれだったら中華がなリアを根源したことに辻褄合わんくなるやろいやだから過去から壊れてないリモコン持ってきたとかもうそうした方がいいじゃないかな正直過去から持ってくるよ私も過去からリモコン持ってくるけどあでもそしたらタイムパラドックス的なの起きちゃうのかないやあれじゃないの あなたが過去に行って壊した壊れたやつを入れ替えたんちゃうか無理になる本当に関係あんのタイムマシンってそれじゃあ関係ないかいやうーん今のところ久しぶりに喋ったと思ったらうなり声かだって私ずっと寝てたから何もわかんないんだもん今の時間も寝てたっていうのバレたあそのわけないじゃないのエアコン全額借金は千穂ちゃんねあ鍵はみんな知ってるっぽいねみんな知ってる、うん、いや鍵の位置はみんな知ってるんだけどそうだから僕が外で閉めちゃってもしも扉がうちから開けない仕組みだとしたらっていう扉から出ることができなくなってしまったっていうロッカーに隠れてた人は閉じ込められてるんだとしたら窓から出て逃げたけど朝鍵は開いてたんだよねまあエビノがいたからまあうちが開けたからな鍵が開けた時間はエビノが開けるまではつまり表ドアは閉まった密室状態だったでも窓から出てうちが最後出てるはずだからそもそもうちが最後に出て、うちが最初に入ってるはずやから
この日向のヒューガか、ヒューガの話が本当だと、その中に入れた人物って、あと高千穂と都、そう、うん、いや、そのどっちか、千穂と都の城になる、その場合は。ただ全く関係なく普通にエビノが昨日の夜ぶっ壊した可能性も全然ある、うん、私エビノが普通にぶっ壊した日表だわ。うちずっと素直に喋ってんねんけど、こんな疑われるんやな。だってね、曖昧すぎるんだもん、全て言ってることが、うん、というか、あの結局その犯行現場にずっといたっていう証拠というか証言してるし、うちはだって、あの正直に言った結果黒くなってるだけなんだ。うん、何かそれを、あの、あ、佐渡原、うん、うちが撮った写真にリモコンとか映っとらんの？いや、映ってない。1時半に物質の写真があって、そうか、うん、その時間に多分いるっていうアリバイじゃん、逆アリバイみたいなもんじゃないかな。あ、リモコン、あ、時間はエビの分かんないって話だったから、その時間がそれで確定したわけよね。1時半に撮っていい？1時半にはいるっていう証明だろうな。やっぱ酔ってたからさ、シリに死んじゃったんじゃない？シリに敷くのはタカやろ。あそこに、私は男しかシリに敷かないわよ。無機物男と。ごめんなさい、失言でした。でも結局誰なんだろう。いや、言わないから地方の秘密を喋ってもらうのか。結局そのノートの秘密、この2人の秘密って一体それぐらいしか喋ることないでしょ、地方。いや、あのヒューガ君の秘密はマジで何も関係ないから大丈夫よ。地方の秘密はだから。私の秘密は、まあ、まああるとすればお笑いを聞いていたことかな。そんなに秘密にしたいか、それ。いや、てか私の秘密自体があるとすればヒューガ君の秘密にも関わってくるから。女装についてか。いや、違うけど。女装されてる、もしかして。いや、多分関係ないよ、それ。高千穂の趣味でヒューガが女装してる。いや、あの、私の秘密はヒューガ君の秘密を知っているっていうことが私の秘密なのよ。だからヒューガ君の秘密を知ってるってことが私の秘密だから、ね、私の秘密がバレちゃうと。そういうことか。分かった分かった。本当は言いたくなかったんだけど、まあ大丈夫。いい、それについて分かってる人は一部だけで、その人は言わないように言ってるから。結局本筋が全然マジで関係ないの。じゃあ結局ってもう3択でしょ。3%。ヒューガと高千穂ってなんかもっと連絡取ってたみたいなアリバイ証明とかってできないか。私が無視されてた、ね、無視されてた。僕が、あの、その、それアリバイにあんまなんなくて、僕があのエアコンを止めにというか、部室に入る前にあの普通に LINE をしたぐらいですね。うん。あ、なんで返信が遅れたのかだけはちょっと気になるけど。あれは普通になんか家事をしてたりとか。ああ、そうですね、普通に。そう。18時40分にヒューガに LINE したんだけど、返信がなくて、22時にお詫びが返ってきて、1時間何してたのかなって。いろいろ洗濯物とかやってたんで、あれは。まあいいんだけど。ああ、なんか用事で抜け出すっていうのは家事しに帰ってるってこと？いや、用事はもうあの時では終わってて、でも、そのまま帰宅したんで。まあ、昼間の話だからな、これは。まあ、一応僕もまあ、容疑者ではありますけどね。もちろん22時半に、あれ、エアコン止めて、おりゃーって真っ二つにするっていう。ああ、バキッつって。でも、おりゃーって真っ二つにしたんなら、ロッカーに入ってた人おそらくいたと思うんですけど、その人が僕だって言うんじゃないですかね。うん、いや、あんま疑ってない。言わない時点で、その隠れてた人が。宮古の城先輩何？いや、窓
エビノちゃんは公園で見たのは結局寝てないの、佐藤原くんは寝てるように見えた。寝る時は寝てるって思ったけど、それって何だっけって、ベンチ座って、なんで寝てるように思ったんですか。うん、いや、なんで佐藤原公園で寝てんねんって。座り方が悪かったんじゃないか。あと言ったように高鍋くんは佐藤原くんとゲームしてたのは1時半までずっとのはずだけど、21時半で2人に2人で遊んで、はい、高鍋のこのスケジュール帳は、うん、書いた記憶あるん。いや、そもそも覚えてない。高鍋タイムマシン使ってない。僕それだったら佐渡原くんかもって思って、公園で寝てるのとゲームしてるのと、ああ、ああ、そういうことか、そういうことか。公園にいたのは未来の佐渡原で、あの現実の現在の佐渡原は、佐渡原先輩は高部とゲームをずっとしていた。はい、はい、ということで、時間となります。はい、とりあえずですね、まあ、結構60分以上ずっと話したんで、休憩かつ、この後推理発表の時間があるので、3分ぐらい、時間取りますんで、まあ、トイレに行きたい方は行っていただいたりとかして。はい、はい、トイレ行ってきます。はい、はい、お願いします。いやー、最後に経典同期ですね。超エセ関西弁してるんだけど俺。エセなんだ。超エセでしょ。どうなの、関西人から見て。関西人おるん？エル君。トイレ。エル君はトイレじゃありません。じゃあなっちゃんがトイレか。まあエル君も喫水の関西じゃないしな。そうやね。どちらかというと九州系の方が強い。でも関西弁はもう1ヶ月で汚染されるっていうしな。汚染されてもなんか本場とはちょっと違うと思う。よいしょ、よし取ってこい。ついで関西に近いのは宮さんじゃん。まあ一応うちは一応本当に一応関西っていう区分らしいから。ああ、一応ね、東海じゃなくて東海だけど、東西で分けた時に言うと、ああ、そっか、関の西考えたらそっか、うん、まあほぼほぼ真ん中だから何とも言えないんだけど。うん、あとは、そんなにですね。うん、ゲームして面白そうだな。うん、面白いですよ。デル君はいる感じだな、これは。いる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 。あとは、ジャラさんで。これ取り出しますわ、イカの塩辛でございます。配信してるの忘れて普通にツイッターの動画見ようとしてた。では推理発表の方をしていきましょうということで、各自1分程度を目安に、今回のエアコンのリモコンを殺害した犯人をですね、発表していただきたいと思うんですが、順番は特にしてないんですけど、我こそはって人がいれば。いや、ここは年功序列で先輩からですね。絶対に無理。逆に僕からでもいいけど。うちからでもええで。俺は佐渡原先輩の推理を聞きたいな。うん、そこは逆に後に回した方がいい気がしてますけど。佐渡原先輩は他の人からの質問とか。頭切れそうだから最後じゃないか。私からでいいよ、じゃあ。部長だし。
それなら、6番からやりますか。あ、から逆に、アリバイのある。まあ、都の城から行きたいっていうなら全然いいです、ね。いや、なんでもいいんだけど。じゃ下から。アリバイのある、中延からやるのが、いいんじゃないか。じゃあ、下から行こうか。1年生から行こう。はい、医学部1年生。はい、じゃあ、よろしくお願いします。そしたら、まあ、僕は先ほど言った通り、佐渡原先輩の家で21時半から1時半まで遊んでたはずで、で、その間に公園にいる佐渡原先輩を見てるっていうことで、言うなら、これを真とするならば、おそらく佐渡原先輩が2人いると。となると、タイムマシンを使った佐渡原先輩が、公園で寝てたとなると、そこで、まあ、佐渡原先輩が何かしらをしてるんじゃないかっていう推理はすごく自分の中でしっくりきたので、となると、途中で抜けたという話をしてた佐渡原先輩の証言が食い違ってるので、そこをちょっと詳しく聞きたいなとは僕は思ってます。今のところはそのくらいかな。あとは、はい、1分です。ですね、うん、はい。では、海老野さんかな、次は。はい。はい、どうぞ。うちも、田辺と大体同じような感じになるんやけど、まあ正直、うちが一番疑われてるから、まあ、なんと言ったらええか分からんけど、うちは正直なことしか言ったら、大学の近くの公園で、寝てる佐渡原を目撃うちはしたのでもなんかそう、最初から話してるときなんか寝てないとかそういう話をしてるから、そういう食い違いも考えるとさっきの話がすごいしっくりきてるから、でも酔ってるかな、あるんかなと思っております。高鍋は都の城が好きで、おそらくなんか佐渡原宮の彼女もなんかできてそうな雰囲気がちょいちょい感じられてるんだけど。はい、1分です。はい、ありがとうございました。で、止まった。年功序列の逆なのでヒューガですね。はい、そうですね。じゃあまあ今回の犯人は佐渡原先輩かな。佐渡原先輩はまあ未来から来たもう一人がいて、その連絡を取り合ったのが、まあ、都の城先輩、まあ、都の城先輩からタイムマシンの話を聞いて佐渡原先輩が、過去に来た。で、壊れたリモコンと無事だったリモコンを入れ替えたと推理しましたね。僕はそうすると、まあ佐渡原先輩が2人いることにもまあ、少し、あとまあ、あれかな、チャットの内容については、ちょっと、握ってるのが、誰だっけ？まあ、都の城先輩と佐渡原先輩で、両者で握り合ってるので、まあ、ここは握り潰せるかなと思うんでしょう、ここについては。って感じですね。まあ、なんでそんなことをしたのかはよくわかんないですけど。はい、はい、違うんです。塩辛美味しい。はい、高千穂ですね、次は。お願いします。私は、ずっと寝てたからあんまりよくわかってないんだけど、まあ、みんなが、海老名さんか、海老名ちゃんか、佐渡原先輩だとするならば、まあ、ヒューガ君が佐渡原さんに入れてるし、あとはまあ、筋書きもまあ、高部君が言ってたみたいな感じで、まあ、そう、まあ、わかるから、本当にリモコンなのか？まあ、私もヒューガ君かなって感じ。自分から推理することは本当に何もないかな。以上です。はい、ありがとうございます。では、副部長佐渡原さんですね。お願いします。嘘なの？そうですよ。あ、そうなの？はい。
いや、みんなおかしいよ。どうしたんだよ、みんな。頭おかしいよ。まあ、じゃあ、もう、ここまで来たら喋るけど、まあ、高部に、まあ、酒を強要しました。すいません。欲が飛んでるのは、そのせいです。で、なんか、タイムマシンがどうのこうのな話するけど、みんなどうしたんだよ頭。しかも9回に至ってはその推理をして、仮に俺がそんなことをしてたとしても、俺はじゃあなんか今ここにあるリモコンが壊れてないっていう推理になるだろう。それはないんだよ、そんなもんは。寝てたのもその酔っ払った海老原の見間違い。俺は寝てたわけじゃなくて、公園のベンチで、都城と話をしてんの、チャットで。チャットの内容については、そうなんだよな、チャットしてんだよな。彼女の秘密に関わるから言えない。まあ、高部に関わることではあると言っとこう。いや、あと何聞きたいの、みんな。意味わかんねえんだけど、本当に。まあ、アリバイがその時にないの、まあ、エビノはともかくとして、まあ、都の城とは俺はその時間かわかんねえけど話をしてるので、まあ、違うじゃん、高千穂かエビノのどっちかだと思ってるよ。ヒューガは違う、高部はアリバイがある。1分経ちました。はい、ありがとうございます。では、最後、トリオ部長、都の城さん、お願いします。はい、いや、まあ、でもタイムマシン使った理由が、まあ、でもその酔わせたから時間が分かんな、あんまり記憶がないって高鍋くんも言ってるから、もしかしたら2人いるっていうのは本当に違うかもしれない。実際私とチャットはしてるし。で、あと仮にタイムマシン使ったとしても、使った理由がリモコン関係あるのかって言われると、そうではなくて、また別の、まあ理由があるのかなってちょっと思ったりはしている。それは多分私だけが分かることだとは思ってるけど、なす気はないけど、 かもなって思ってるから。それがそのじゃあ犯人だったから犯人かって言われたら、なんか違うような気も私はしてる。それもしくはその佐渡原くんなのか、まあ散々言われてる海老野ちゃん、どっちかで今すごく迷ってます。はい、以上です。では、投票フェーズですね。皆さんに今から一応送るんで、よいしょ。まあ、聞く内容は全員同じです。今回の大半、あともし他に、他人の秘密とかについて知ってるものがあれば、知ってるものってか、これじゃないかって思うものがあれば、記載してくれません。目標として、例えば、ある人がいたとしても、まあ、それ以外の人物についても書いても構いませんので、全然、こうなんじゃないかぐらいでもいいので、お好きなように記載してください。では、5分ぐらい時間取ります。どっちかな。本当に佐渡原くんなのかな。二股バレして、それをなんかするためにタイムマシン乗ったりとかしてきてない。なんかもっと殺意マシマシで、リモコン関係あるのかな、タイムマシン使った理由って。の秘密、何、エビノちゃんが未成年飲酒してるぐらい、わかんなかった。おと、オタクかってぐらいしか。妖術回戦。
あの秘密なんだろう。とりあえず PC 順に埋めようとしてるけど。やべえ、わかんねえ。ゆうがくんは、ゆうがくんは妖術回戦テリスキーぐらい高が、ゆうがはわかる。どっちだろう。マジで二股バレして使ったんかな。それとも犯人だから使ったんかな。どっちだ。そろそろ時間ですので、投票終わってない方はお早めにお願いいたします。
全員の投票終わりました。ミュート解除してもらって大丈夫です。はい、奈良くんで送るか、はい、送っちゃった、うんうん、大丈夫かな。高千穂は、はいはい、そしたら今回はですね、投票の結果を発表しますが、大丈夫ですか。いや、むせた。大丈夫。お水飲もうとしたら、はい、気管に入っちゃった。いいよ、続けて、はい、大丈夫。今回は、佐渡原が最多票ということに、いやだ、いや、怖い。なりました。それでは、エピローグの方をですね、今貼らせていただきます。こちらにですね、今回そのエンディング的なもので書いてます。で、佐渡原が最多票の場合っていうところをですね、読んでいただきたいと思います。1ページ目の下の方ですね。はい、ページの下、はい、下どこ今貼ってくれたの、はい、全員開きましたか。はい、はい、待って待って待って、 OKOK、 大丈夫、 OK、 OK、 はい、では、うん、大丈夫、エピローグってやつ、はい、8番のファイル、OK、 で、 うん、では最多票が佐渡原渡の場合ですね。じゃあ佐渡原さんから読んでください。いやー違うんだよ違うんだよみんな結果的にね、結果的にこうなっちゃったけど、いや違うんだよ俺は、本当に本当に違う、いやマジで、いやでも、いやごめんごめん、だけど本当に違う、ごめん。やっぱ僕の言った通りじゃないですか。もこもことしながらも、結果として佐渡原は自ら犯人として名乗り出ました。そして全てを話し、リモコンが壊れていることに気づき、タイムトラベルをしたこと、深夜物質に忍び込んだら床に落ちていたリモコンを踏んでしまい壊れてしまった。そういうことか。やっぱあの時ロッカーにいたの先輩だったんですね。いやそれはマジで違う。でもまあ恋じゃなかったみたいですし、仕方ないんじゃないですかね。まあまあしょうがない、実質結果的に壊しちゃったし、まあ俺がリサイクルショップ行ってエアコン買ってくるよ。まあ部費で新しいの買えばいいんだけどね。そんなことならこんなに犯人探しするめっちゃ飛んだけど今。え、嘘。花部さんの絵がめっちゃ飛んだんですけど。めっちゃ溜めてるなと思ってごめん、別のところ見たから。俺、来た。なんか止まったか、俺のところ来ちゃったと思った。ごめん、ほんとごめん。まあまあまあ。で、じゃあ、ヒューガさんからじゃあいいんじゃないですか。さすが、ミヤノコの城グループの令嬢。さすがだぜ。そんな一言も入ってないけどそんなセリフないけどまあどうぞどうぞ。他ない、ないか。都の城、はい、実はこの前私たちが作ったシナリオが結構評判でね、部費が増えたのよ。もともとエアコンは買い替えようと思ってたし、いい機会になったわそんなことならこんなに犯人探せる必要もなかったんやないかうちは謎解きサークルよ。こんなに面白そうなゲームやんないでどうするの。せやな、まあすいません、言われてみたらいつもの遊びと変わんなかった気もするね。そして翌日には部室に新しいエアコンが取り付けられました。部室には涼しさが戻ったが、都の城の二股が発覚し、変のかよハロワノと高鍋の二人は都の城と別れることとなりました。そして画面のいつもの日常が始まる。タイムマシンはまだあの空き教室で鎮座している。今後タイムマシンが使われるかどうか知る者は誰もいないということで、まあ一応トゥルーエンドだ。おい、バレてんじゃねえかこれ追加エンディングとかじゃないんだね。普通にバレる、はい、ね、あれじゃあ、はい、全部同じエンディング、全部バレてるやんけですね、これですね、ほとんどエンディング同じなんですけども、都の城のみ
ですね、都の城は実費で出せっていう話になるっていう。あしかも、その場合でも二股が発覚しているということで、都の城だけが本当に2代目を見る。まあまあ、二股してるからしゃあないな。かわいそう。犯人じゃないけど、バレたくないことが。一番バレたくないことが。まあ、一応今、後書きという名前のファイルを、まあ、10番かなっていうのを貼ったんですけども、まあ、いろいろと。真相的な部分ですね、これが。うんうん、まあ、本当に最後の最後で、都の城さんがピンとこう出してくれた通りです、ね。いや、マジお前言うなよ。ごめん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 。いや、なんかやったかもなって一瞬思った。もしかしたら犯人じゃなかったらどうしようと思って。タイムマシンの存在って誰が乗ったの、これ情報。さっきの、はい、高鍋が乗ってます。そうですね。知ってるのが、まあ、あれか、部長と副部長の2人。まあ、副部長だから知ってたのか。いや、副部長だから知ってるというよりは、都の城と、まあ、付き合ってるんですけども、その時にカバンをこう、こっそり漁った時に、例のそのタイムマシンの進めっていうのを見つけて、なやこれ、そういうになったと。それを全く疑わずに、あ、じゃあこれ乗って直して、持って帰って来ればいいんだ。1時半にリモコンは壊れていたって、どこ、いつ、どれ情報よ。これは、はい、伏せてますね。誰かが伏せたのか。はい。あのエビノの、1時半に撮った写真の中にリモコンが写ってる。はい、あるんだ。これがないと、これがないとあれなんですよね、やっぱり。あの、誰が犯人っていうか、エビノが壊したのかどうか分かんなくなるって感じですね。3つ目についてはもう、都の城さんが言った通りで、矛盾してるよねってことで、佐渡原が、まあ、同一時間に2人いることで、まあ、タイムマシンを使ってんじゃねえのっていう話ですね。なんでそんなヒント出してくれたんですか。あの一発目でさ、エビノがなんで熱さん言われて終わったと思ってる。あの致命的なとこですね、そこが。はい、そんなもうどうしようと思って。見られたなんか都の城ってなんかかばってるの、かばってるというか、なんかそういう情報なんで出したんだろうみたいな、そこで急に。ん？何が？あ、公園で。いや、最後は普通に気づきをポロって言った瞬間、あれこれ犯人じゃないんじゃないんかもしれないんじゃないって普通に二択で迷っちゃった。なんならタイムマシン使ったのが二股バレして、そのためになんか戻って何かすんのかなとかもちょっと思っちゃったから、ちゃんと物質の部位のことを考えて、直そうと、今この直そうというふうに思って言うと、そしたらなんてこったい、俺だったーってなって、タイムパラドックスじゃん。あのタイムパラドックスを避けるために公園で寝てるんですね。あの家では寝てるから、過去の自分が。ああ。坂部と一緒にゲームしてるから、その時間は家に入れない。だから寝てるところを、あ、エビノに見つかってる。見てるんかーいと思ったもん。あのまあ、あの点数計算をじゃあとりあえずやってるとして、じゃあ部長都の城さんかな。はい、リモコンを壊した犯人に投票する60点。これ一応、うん、佐渡原くんに投票できますね。あ、よかった。あ、まあまあまあ。はい、で、たまたましてることがバレない20点やけど、話の中には出てなかったんだけど、これ他の人の秘密とかで当てられたりした？まず佐渡原と、高鍋、ね、本人からまず、一番バレちゃダメなやつはバレてるよ。さすがに察するよね。まあね。そうですね。あと、エビノからも、佐渡原が付き合ってるだけなんで、まあ、二股っていう点でいくなら、うん、その、お互いの相手からです。違う。最初だったから、高鍋で疑ったけど、まあ、片思いにしとこうかなってした。うん。二股です。自分視点は付き合ってるから、もう。次が、タイムマシンについて自分から情報出さないけど、はい、他の人がタイムマシンって単語絶対したら秘密を話してくださいって書いてあって、どうするう、ね、どうする。でも高野目が3つ目を聞いて全然その話をしなくて、 GM も何も言わねえなと思って、そしたらなんかない、持ってないってわざわざ、いやもう自分から、いや絶対話進まんし、絶対なんか使ってるやついるもんって思ってさ、俺絶対3つ目取りたかったのにさ、ほんと譲ってばっかりだった。そうですね、あれで取れたら多分もう迷宮入りというか、うん、でも2個目はあれですね、譲ったおかげで取れましたね、あるし。そうね、そんな感じで、まあ、自分から投票出してないので80点ですね。いいんですか、最後なんか促した感じにしちゃったからどうなのかな。失礼。
まあ、本部がそう言うなら、じゃあ10点にしておきますか。はい、多分で70でじゃあ。はい、本人が納得しないということで。はい、犯人役、佐渡原さん、どうぞ。犯人っていうか、犯人っていうか、はい、なんか事故でしょ。犯人役、役ですね。はい、タイムトラベラー、佐渡原の目標は、リモコンを壊した犯人として最多票をもらわない60点。惜しかったんですよね。都の城の秘密を暴く20点。たまたまですけど、はい。都の城と付き合ってることがバレない20点だったんですけど、まあバレてるっぽいね。そうですね。高鍋からやられてるし、うん、まあ、海老野からも一応そうですね、うん。付き合ってること自体がバレてるので、はい。なんで20点と。無理ぽよー。じゃあ3番目、タカさん。本当に寝てただけの女、高千穂。目標、リモコンを壊した犯人に投票する60点。リモコンを壊した犯人として投票されない20点。ヒューガがオタクであることがみんなバレない20点。あ、そうだったんだ。ヒューガはオタクだった。え、妖術で。妖術対戦。途中で話したよね、うん、多分。みんなの前で多分。あれ、秘密だったんだ。そう。あのもっとなんかあるのかと思った。言い逃しちゃったかな。ですね。え、てか、エビの最初から気づいてるけど。で、そうですよ。これですね。高鍋も知ってるよ。そう。知ってる人がいるから、どうなんだろう。そうそうそう。だから、GM としては、4年の2人から、秘密として指摘があった場合は、バレたっていうふうにしようと思ってるのと、うん、今回、ただ、高の方に関しては、オタクだってことを言ったんでしたっけ、うん、いや、隠してないよね。隠してないよね。だ、はい、だから、それなら、他4年の2人からは、上がってないので。上がってない。うん、僕は書いてない。ヒューガは、単純にタカが好きだってことしか書いてないし、サドバラは女装癖って書いてるんで。サドバラだから、まあ、ここは達成でいいのかなと思うので、100点か。おお、うん、満点ですけど。何のエレクセンだけどさ、シナリオ俺いる？いや、いるいるいる。話読んでみよう。いる。で、ヒューガちょっとで面白いんで、先にエビの、まあ、あ、まあ先どっちでもいいんですけど、そこは。まあ、エビの行きますか、じゃあ。はい。まず、私の目標は、リモコンを壊した犯人に投票する60点。はい。リモコンを壊した犯人として投票されない20点。投票されてます。うそ。はい、2票入ってます。まあ当然佐渡原からは入りますし、ああ、とある理由からヒューガからも入ってます。なんすよ。入れなきゃいけなかったんですよ。いや、ということで、僕も迷ったからね、ずっとそこの2つで。入れそうやった。ヒューガと高鍋2人にオタクであることを打ち明ける。まあ途中でなんか聞いてくれって言ってましたね。そう、どれだっけ、何言ってんだろうと。まあなんで急にカミングアウトして、カミングアウトですね。なんでいきなりカミングアウトしたの？オタクなんだ。ああ知ってたけどねみたいな。まあなんかその流れでなんか高部からヒューガのそのだからオタクであるっていう秘密が流れるように出るかなと思ったけどそんなことはなかった。うん、いやなんかバラしちゃいけなさそうな雰囲気だったし。そんな高鍋さん。はい。まずリモコンを壊した犯人に投票する。はい。リモコンを壊した犯人として投票されない。投票はされてないですね。はい。と都城と付き合っていることがバレない。これは多分、はい、そうですね。佐渡原からひとまとの話もされてるので、うん、ダメですね。それで80点かな。はい。で、特殊なキャラクターシートヒューガさんですね。下から行きましょうかね、これは。まず、オタクであることがみんなにバレない。まあ、これはなんか GM 裁量的に OK で。ああ、OK っぽかったね。OK で大丈夫です。で、タカの秘密が何なのか当てる。なんだろう。タカ、書いて、あ、タカチョコね。ああ、うん。ヒューガがオタクであることを知っているですね。そうですね。はい、ああ、そういうこと。はい。知った上で、知らないふりをしてバレないようにしてあげてるっていう、タカは優しい女性です。優しい。私、優しい。はい。最高の。そして、リモコンを壊した犯人が最多得票となる。が成功がどうですか、皆さん。思いきや成功したと思いますか
それは成功じゃない？それは成功だと思うけど、ただし、これは、ですね、都の城と海老野のせいで失敗となります。なぜでしょう？この2人の共通することは何でしょう？さあ考えよう。いやー、いいミステリーです。面白いな。妖術回戦。おっ、すごいね。じゃあ、もう言っていただいて。好きなこと？妖術回戦のネタバレをした方が最多得票となることに変更になります。はい。あ、いや、で、やめ、そのネタバレをしたのが最多だったので、やば。もう佐渡原がネタバレしないとどうしようもなかった。そう。佐渡原が、その漫画を引かないと、そうならないんですよね。いや、まあ、あとは今回、その、都の城が最後気づきで結構みんなに、与えちゃった、与えちゃったって変か。与えたので、いや、与えちゃったのに、与えたので、あれがなければ、割とエビドに票、今回もエビド2票で固まってるんで、全然あり得たかなって感じの。だから、なかなか大変な話だなと思いながら。やべ、すいません。宮崎が、宮崎が、なんか佐渡原が、もうちょっとなんか、その漫画、面白いんだよな、みたいな感じで食いついてくれないかなと思って。話も振ったんですけど、ね、全然知らなかったわ。これ、まあ、ありていに言うと逆に言えば、みんなが、あ、マジか、宮崎死んじゃうのかってみんなが言えば、誰に投票、誰が再得票になっても、この点数取れるんですよ。そうですね、一応、まあ、乗るぐらいじゃちょっとあれですけど、もう、その内容について言及する。え、これ、宮崎死んじゃって悲しいとか。僕言っちゃったじゃん。僕から言い出しちゃったじゃん。一番最初に言ったから、あ、ターゲットになったって思って。相手のキャラ死にすぎよね、みたいなこと言っちゃったのが、海老野っていう。持っちゃったから、そこに。最悪、マジ。やったわ。まあ、海老野は知ってるし、そもそもその、死んでること、コミックで。で、アニメ、そう。うん、高鍋も知ってる、うん、アニメじゃなく最新回読んでるんで、原作中なんで、俺はねアニメ派なんだよ。許せんっっマジでそういうやつは許せん。ヒューあ、そうか、ヒューそうか、ヒューがそうか。いや、まあ、僕も大今気づいた、これ俺さ、俺だけかこのPDF4 枚分タイムスケジュール載ってんの。はい、そうです。あ、タイムマシン2倍だからね。タイムトラベルしてるんでめっちゃ長いです。メモ取れねえって。一応ですね、GM 資料を落とします。 GM 資料の方にはその全員のやつがまとまったのが載ってるんで、っていうかみんな海老野のハンドアウト見て、本当に書いてないから時間ないんだろうなーって。うん、本当だ、時間ねえ。すごいですね、なかなかこれ。まあ、時間にルーズだからで納得したけど、あ、本当に書いてないんだろうなって。いや、実際は酒に酔ってるからだみたいな。でも朝しか、そも部活中も時間気にしてないんだよな。ふざけてるな、このハンドアウト。なんだこれ。本当ですね、そのタイムマシンについてですけども、まあ部長、さっき言った通りですね、他のメンバーは知らないけど、佐渡原だけ散ってしまったと。ただまあ、その過去や未来の改変はタイムパラドックスを引き起こすから、取り扱いには十分注意しろっていう風になってるけども、歴代の部長の中にはその好奇心を抑えきれず、タイムトラベルを繰り返して元いた時代に帰れなくなった者もいたと。へえ、怖。タイムパラドックスを引き起こす者は誰もいないと、ね、え、待って、これヒューガが床にリモコン落としてんじゃん。そうですね、なんで、そう、机の俺が止めた後に地面に落ちてんだろうっていう感じですね。多分そのロッカーうんぬん言ってたやつ、その物音が落ちる音ですね。あ、出る時にパタンって落ちた音を、あ、まあ、自分で聞いたんだ。そう、それを聞いて、あれ、置く場所悪すぎやろ。置く場所悪すぎや。いやー、なるほど。はい、でそれに気づかずぐしゃってしまう。なんでこんなとこに落ちてんだよみたいな。でもなんだったら里原は自分最初に言って、あれ、え、壊れてるやんけ、直さなきゃっつって言ってるのに自分が壊したっていう、このそう、犯人は俺だったーってやつ。そうそうそう、持ち物なんてこった。持ち物3については割とみんなハンドアウトにあることなんかね。ああ、そうですね、3、タカとヒューガがお互い秘密持ってるよっていうのを知るっていう感じだし、あ、てか、うん、ああ、ヒューガのこの女性用のやつって、
私へのプレゼントってこと？そうだよ。なんだ。え、普通にそうだと思って、ああ、なんか好きやなんやなぐらいしか。疑り深くなってしまった。そっちから二股ですけど。ちゃんとロールしてロール。全く言及されなかったけど、コンビニ行ってヒューが合ってるのは、あの、そう。辻褄合わせとか何か。辻褄合わせです。あこの過去に合ってるから。これ未来のあれ合ってるのは過去。過去。合ってるのは過去なんだ。あの、過去の佐渡原はそもそも物質に来てないんですね。そうですね、今日来てないんですもんね。そう、寝坊してるから。ああ。なるほど。そう。で、遊んだのも、高鍋と遊んだのも過去。そうか。過去原が高鍋と遊んでて、帰れなくなって未来原は公園で出てた。ああ、遊んで帰れねえから、公園で寝るかってのが、タイムトラベル後の佐渡原なんだ。めっちゃ早く起きて、行ったらリモコン壊れとるやんけ、つって、7時20分にタイムマシン使って、ビョーンって飛んでる。みんなと遊んでるのは未来佐渡原で。あの、一回途中で抜けるわーって言ったのは、その辻褄合わせ。で、ぐしゃって自分でやった。うそーってっ。マッチポンプやんけ。俺マジで何も分かんなかったんだけど。ヤコの城の秘密はあれか、そこそこ。たまったですね。たまったってだけ。なかなかやってますね。いやー、動画がいてもバレるんやんけ、最後。ヤコの城、私のこと尊敬してくんないってか、ちょっとダメだよ、二股は。そうな。よろしく。確かに。ですよね。確かに。まあ一応、まあ、知らない人の方が多いと思いますけど、まあ、サマータイムマシンブルースという邦画をモチーフに作成していると。夏、エアコンのリモコン、タイムマシンというワードでピンときた方もいるかもしれませんが、方もいるかもしれませんので、ネタバレは避けます。皆さん、ぜひ見てくださいっていう、シャクシャクからの、はい、ですね。というか、今から、マジでサマータイムブルースの上映会か？なるほど。頼りしたなこれ俺いる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 何の証拠も出せないしただのヒューガの引き立て役じゃないこれ引き立て役いやそれはね、うん、あのキャラクターシートだけで完結させようとしてる悪い癖だね、うん、どうやってこうこのキャラクター出そうかな、だってお前エビのなんてお前バリバリだっただろお前最初から最後までいやそれは確かにとかは秘密がないのでほとんど、うん、そうなので探偵なんですよ要はだから、うん、積極的にタカが推理をしていかないといけないなるほどなで、基本的にこういうゲームって情報を集めて推理していかないと結局今言った自分のが何もできない状況に陥っちゃう分かんないスタート上で分かんないならねその自分でガツガツ集めに行かないとマジで何も分かんないまま終わっちゃうから盤面だけじゃ分かんない、うん、盤面がないから、持ち物もだから怪しい人とかを基本的には持っていく方がいいと、うん、ああヒューガのだって秘密を探るっていうあのあれがないのでいや目標のヒューガがオタクのに関してのアイテムがあるかなって思ってまあそうですねそういう考えでいくのはそれはそれでありだと思うけど守るためにいくってのは全然あり、うん、そうだよなだよなそんなもんなんだからそれはロール次第だから別に何が正解かっていうのはないけどないねうん探偵ポジションではあるかなと探偵ポジだったのか、うん、なんかさ本当にこいつエビのあの一人のシチュエーションに盛り上がって一人でやるこれ一人踊ってるの面白すぎやろかわいいなんいやもうだってハンダート読んだ後笑っちゃってそのまま GM に突撃したもん踊るなよでも時間マジで何も書いてないの本当におもろいなエビの気象めちゃくちゃ寝た気がする。ないんだろうな。実際4時間半しか寝てないけど。寝てないんですかね。ないんだろうなーって思いながら、時間にルーズって設定だから、本当にキャラシー書いてないんだろうなって思いながら、納得して、まあまあまあって言いよったけど。ただ、そう、エビノのその目撃証言と写真が、今回その、すごいキーだね。割と重要。エビの質に。まあ、妖術回戦多分呪術回戦でしょ宮崎って多分、うん、杉崎でしょ野原あ、はい、ネタバレされ
これもネタバレですので、皆さん、ね、ヒューガに怒られちゃう。あまあもうミニマムザホルモンってこれはあれか、マキシマムザホルモンだよね。ですね、うん、でしょうね。だと思ったから、あ、ロックバンド聞くしそういうことやなって思って、はい、だから別にタバコ吸っててもまあまあ、まあ、ねっていう。いやでも銘柄がちょっと露骨すぎた気がするね。ちょっと吸収済みがいたのが。モリゲナってなんだこれ、タールスもわからん。いや、2つ引いたら2つとも銘柄が一緒で、はぁ、あ、何これって思った。あの、タカノメの引きがもうね、すごい。本当だ。サドアラの持ち物1、カバン、モリエナというタバコが入っている。都の城の持ち物2、モリエナ。おまけにタイムマシン。いや、タイムマシン欲しかったー。そこにあるって知ってたから。そうなんだ。最初、佐渡原から押され、あ、うん、佐渡原に譲って、都の城引けなくて、佐渡原になって、森枝引いて、で、2回目は普通にすんなり通って、森枝引いてって感じだったから。逆に、エビロの写真隠してくれたおかげで、タイムマシンが出たっていうことだよ。うん、タイムマシンなかったら10中泊俺になった。積んでた、積んでた。うん。イビの未来サドハラから過去サドハラが過去に向かう様子を見るのってどんな気持ちだったの？いやー、どうバレるかなみたいな。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。うまくやれてる、やれてると思った。さっさとブスに行こうと思ったら、エビノが踊ってるから、ブスにも入れるし。私がこんなに早いんだって。あいついつも遅れてくるのになんか踊ってやがるぞ、一番乗りで。エビの物質ね。あれ今日うちが一番乗り物質に一人のシチュエーションがめったにないで一人で踊るって。マジで意味があるんで。エビノのアルコールマーカー。10分間戻ってたんかいって。エビノのアルコールマーカーがあれか。いや、10分じゃないですよ。1時間踊ってますから。1時間か。っていうか、絵が描いてるなんて一言も描いてないから、どう答え、まあ、絵に描いてることにしようって普通に流れ的にしたけど。そういうことだと思うよ、これだって、はい、めっちゃ、ね、うん、出てきたもん。隠れオタクっていうところで一応そういう動線かなと思ってます。同人誌書いてるでしょ、エビの。アルコールマーカーだから本当カラーイラストまで書いてるからね。いいね、多分ね、分かる人には分かる。多分あれですよ、あのヒューガと高野で多分その同人誌買ってますよ。ヒューガと毎年コミケに通っている。そう、コミケに通ってるから。いいな。多分きっとその時エビのマスクとかめっちゃして変装してるからバレないように。ただヒューガと高田上2人にと仲良くしたいっていうなったからオタクとして。アニメだけ見ているヒューガにはネタバレをしないようにしている。そう、ちゃんと気を配ってるから。気を配ってくれたのにね。そう、女子2人が最低じゃん。大声で大声でなんか喋り始めたんだけど。知らんが、勝手に荷物漁ってネタバレされたって言われても知らんが。高鍋、あ、こんなこと送ってたんだ。ハートマークっすね。そう、ハート送られて、これ多分バレるんだろうなと思ったけど、もうそれどころじゃないと思った。あ, あの正義発表の順番も順、俺三重の城より後だったら、あの高野部と別れたいっていう話を聞いてたんだよみたいな話しようと思ったけど、三重の城が後から来た後だかった。だからさ、来てないし。うわー、行列かー。恣意的に選べないで、うん、上からか下からかには全的になるから。まあせめて下からかなっていう。ねえ。配信切ります。あ、配信終わります。あ、面白かった。お疲れ様でした。あ、面白かった。はい。